皆さんこんばんは。今日はズラ、かぶってないハーマです。ハゲってことですかね。今日はですね、ちょっと語るというよりも皆さんにインフォメーションなんですけど、まず一つですね、あの昔だから去年の正月明けですかね、私が初めて Mac を買うときに、Mac mini で、モニターはね、社外のものにしてこんなに安くとりあえず Mac が始められますよということで、まあ、その動画を見てくださってね、 Mac mini を買われた方もいるかもしれないんですけど、実は私ね、この Mac ね、2ヶ月くらいも使えなかったんですよ。で、あとずっとね、あのビーチボールっていうんですけど、このレインボーカラーのね、歯車みたいな風車みたいなのが回って、もうそこから先行かなくてね、これ確かね、最新の MacOS 今10点いくつだか忘れましたけど、それにした時からなんですよね。でもうダメかななんて思ってたんですが、一昨日か最近一昨日、もうね、もうどうしようかな、本当もう壊れたのかなと思ってね、買い替えようかなとも思ったりもしてね、まあ、Mac は1台置いときたかったんで、でもダメ元でねって、一応相談したんですね、あの Apple に。したらね、どうやらね、そういう現象は報告されてたようです。あの要は、新しい OS にバージョンアップした時に、キーチェーンって言いましたっけ、キーチェーンとかってありますよね、あれを設定してる人で Mac mini かなんかの時に、そういう不具合が起きると、ビーチボールがブルッと回ってね。でまあそれはね、一応その指示に従ってだから復活しました、 Mac mini、まあ、ちょうどいい機会なんでね、メモリがね、確かに4ギガか8ギガしかなかったので、16ギガに増設、まあだいぶ昔にメモリは買ってあったん で今会長にね、 Mac mini が復活しました。だからあのもしも私と同じような症状でね、Mac の iOS をバージョンアップしたらビーチボールがぐるっと回ってしって人はね、あのアプリに電話して、相談してください。ただで、僕もね、私も思ったんですよ、なんかいくらか相談するの保証期間切れてるからね、4000円くらい払わなきゃいけないんじゃないかと思ったんですけど、これはまあ、あのソフトの方の不具合なんで、あの OS の不具合なんで、ただで、サポートが受けられます。ぜひ、お問い合わせをしてみてください。これが1点。あともう一つですね、あの私がこのジンバルに今くっつけてね、 NEX の 5R につけてるレンズですね、これあのサイズね、ツワイスのトゥイートっていうレンズなんですけどね、トゥイートの 2.8 の 12mm っていうこのレンズですね、非常に明るいし歪まないんですよね、像が。普通広角っていうとね、こう歪むんですけど、歪まないし明るくていいレンズなんですけど、ただモーターの駆動音がうるさい、ステップモーターじゃ確かないんですよね。静止画撮るには非常にいいんですけど、あともう一つね、あの NEX の 5R につけて朝日とか朝焼けとか夕焼けを撮ってると、フリッカーみたいにね、画面がチカ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 チラ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 するんですよね、パカ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 、まあ、点滅するっていうか、そういう現象があったんですね。これも治んなかったんですけど、実はね、これはあのこの間横浜であった CP プラスとかでサイスの人がいたんで、それにも相談したし、その前に直接ザイスにも相談したんだけど、結局いい返事得られなかったんですよね。でこれもね、今回、まあ、ジンバルにつけて撮って、やっぱ同じような現象が起きるんでね、あとまあ絞りとかを固定にすれば起きないんですけど、ちょっとね、この間 YouTube スペース東京に行った時にね、そちらの講師の方がいたんで相談したら、多分それは絞りの羽がね、こう合わせようとして明るさを、それでこう開いたり閉じたりしてて、それでそういう現象が起きるんじゃないかっていうふうに言われたんですよね。で今日ツァイスに電話して、そういうふうに言われたんだけどって言ったら、いやその通りだと、実はその現象はツァイスの方でも確認してると。で今その対策の、ファームウェアっていうか、それを準備してるので、5月のね中旬をめどに、準備してますと。だからその間は申し訳ないけど、絞りは固定で取ってくださいというふうなアドバイスをしてますっていうふうにね、今日言われましてね。またその YouTube スペース東京の講師の方もね、すごい方ですけど、一発でそういうふうに指摘されましたからね。でまあサイスもね、ちゃんとそのようにしてくれるそうです。ですからまあしばらくね、ちょっとまあこの本当はこれも売っ払おうかと思ったんですよね、私。最初からそんな現象が出るんで、いいレンズなんだけど、これ動画には向かないのかなと思って、
結構高かったんですよ、このツイートっていうレンズね。12万くらいしたのかな。私の初めてのね、ツァイスのレンズだったんですよ。がっかりしたんですけど、まあ、そんなことがありました。この2点のご報告です。同様なね、症状で、お悩みの方、今言ったような形で解決ができますので、まあね、Mac の方は、iOS にね、バージョンアップし、iOS に、アップデートして、そのキーチェーンで不具合が起きる場合で、ビーチボールが風車がねぐるぐる回ってレインボーカラーの、それは、アップルに相談してサポートが受けられて解決できますよっていうのが一つ。あとツァイス、このトゥイートを持っておられる方で、ソニーのカメラとかに、まあ、朝焼けを撮る場合、ソニーのカメラ以外でも起きるかどうか分かんないですけど、まあ、少なくとも NEX の 5R では起きます。そのフリッカーのような現象が起きるのは、もうじき、ツァイスの方でファームウェアを、用意してくれるということなんでね、この2点、報告させていただきます。今日真面目ですよね。はい、以上、あのズラじゃないハーマがお届けしました。ただのハゲです。それでは皆さん、チャオ。